やっほー、ありがとうございます。はい、はい中本アナです。おとちにゃんこスパイファミリーとともにアナちゃんが始まったラブチンドさん、アイラビーありがとう。ミスタラさん、お疲れ、ありがとう。ミスタラさん、ありがとう、ありがとう。もう本当にありがとう、来てくれて。ミスタラさん、すごい楽しかったですよ。ありがとうね。そう、嬉しい。大好きさん、かわいい、ありがとう、かわいい。ありがとうございます。皆さん、お話し会に来てくださった方も、来れなかった方もね、もちろんいると思うんですけど、私の今日の配信はすごいハッピーなことをお届けしたいなと思います。メールを見てくださった方は分かると思うんですけど、ちょっとお知らせがありますあ、個人的な、私的な、私事ですけども、本当に私事です。皆さんに関係あるかどうかは分かんないんですけど、みかんさん、ありがとう、ありがとう、ありがとう、楽しかったちょっといいお知らせ最後は聞いといて、お話し会で言おうか思ったけど、ちょっとおみかんさんには内緒にしたからかっちゃんのヒーロー名ね、なんかかっちゃんらしくて全然嬉しかった。なんか今日ありがとう、可愛かったよ、ありがとう、お疲れ様です。まさかついにおにょにょおにょにょ、えりさん可愛い、ありがとう、ありがとう、えりちゃん楽しかった、可愛かった、尊かった今日ありがとうございました、ありがとう、もう嬉しい、たまちゃんに会えたこと、ありがとうね。グランピーさん、お疲れ、ありがとう、お疲れ、めっちゃね、大きいバッグありがとうかわちん、ありがとう、誰よりも可愛かったありがとう、すごい直接会えて嬉しかったよ、ありがとうね、また来てね、天才だった、やった、アワーワンピわーわー、今日はね、サンタさんのコスプレをしてお話し会しました。まだね、オンラインお話し会でもサンタさんになる予定なんで、ちょっと違う種類かわかんないんですけど、楽しみにしててください。あっちさん、めっちゃ可愛い、ありがとう、めっちゃ可愛い、ありがとう。あすばさん、ありがとう、かけじゅう、ありがとう。あっちさんね、たくさん思い出を教えてくれてありがとう、もっとね、いい思い出作っていこうね。あすばさんもありがとう、ありがとう、すごい楽しいお話し会でたくさん笑いました茶番みたいなもね、ありがとう、付き合ってくれて顔がめっちゃ小さくてビビる、マジ、ほんまに、ありがとう、嬉しい、褒め言葉ラッピーさん、 I love you かけじゅう、ありがとう、 I love you。 サンタさん、そうなの、ナナさん、初期ありがとう。 STU48 2期生香川県出身のアンピーことかまたのです。そう、今日サンタさんしたもん。しおりさん、お疲れ、ありがとう、お疲れ、ありがとうございます。はい、これ今日はそういろんなことを皆さんにお伝えはしたいんですけれども、めっちゃやりとり面白くて最高だった、よかったゆうまりさん、 I love you、 ありがとう、 I love you、 今日も来てくれてありがとう、ね、もうお仕事終わりに本当にありがとう、嬉しいです。しおりさん、雪の結晶ありがとう、シャラララララ、サンタでなく天使だった天使だった、嬉しい。ガンピーさん、レインボースターかけじゅう、ありがとう、いっぱいありがとう。いわちゃん、バラありがとう、バラありがとう、同じくありがとう、覚えてる、覚えてるよ、ありがとうね、嬉しい、ありがとう、来てくれて楽しかったです、楽しかった。ゆばりさん、雪の結晶ありがとう。たらたらさん、ありがとう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 ね、来てくれて嬉しいです。なんか私服のね、姿を見るの久しぶりだった気持ちになっためちゃくちゃ似合ってて最高プレゼントだった、お、ありがとう、好きが増す、嬉しい。明日の広島行きみたいらしいよね、帰りたくないんだもんまたお話し会取ります、ありがとうね、嬉しい、ありがとう、もっとね話そうね、マイクがねやっぱちょっとむずい点があるので、そこは大変ですけど。まともちゃん、雪の結晶ありがとう、ありがとう、嬉しい、雪の結晶ありがとう。アンピしか勝たん、マジガチ顔ちっちゃかった、
もたろうさんお疲れ、ありがとう。お疲れ、楽しかった、嬉しい、たくさん思い出ができて、来てくれて嬉しいです。会えてよかったよ、アンペが好きすぎて見つめてた、ありがとう。お疲れ様でした、好きな可愛い、おーありがとう、嬉しい、覚えてるよ、本当に嬉しい。あ、レンボスターありがとう、高圭さん、レンボスターありがとうございます。アンペの声聞き取りやすかった、あ、マジ、やった、生で見るとめっちゃ白いし白い白いし、小さいし、美人だし、めっちゃびっくりした、だってみんな会いに来るしかないじゃん、ありがとう、嬉しい、やったね、めっちゃ褒めてくれるやん、お話かありがとう、言ってないけど来てよ、話したいよ、大丈夫だったよ、前聞こえてたよ。奥さんがねツイートしてくださって、それをね南さんがいち早く気づいて50秒前とかに、アンピ見たって言ってくださって、何がですかって言ったら奥さんのツイート見せてくださってそう、嬉しい。隣のリレーちゃんマイク入れなかったね確かにこっちまで声聞こえた、確かに、ビジュアルがすごすぎて、ありがとう、一緒に行ったお友達が、お、嬉しいお友達さん、マイキューさんの連から見てたよ、おお、見てくれたの、嬉しい、うれぴー、アンビ聞き取りやすかった、めっちゃね頑張って大きい声で喋ったけど、でも時々みんな聞き取れない なさそうな時あったから申し訳ないと思って、ハマちゃんめっちゃ、めっちゃ可愛いタワーじゃないですか、ありがとうございます、めっちゃ可愛い、うっそー、ありがとうございます、マジありがとう、めっちゃ可愛いタワー、マジありがとう、え、本当にありがとう、そうね、皆さんの声もね聞こえてましたよ、でもなんかマイクから離れると聞き取りづらくなる部分はあるけどね、一番大事なとこだけ聞き逃した気がする、なんで、太郎さんお疲れ、ありがとう、よかった聞こえてて、何話してる、ね、わかる、初めて話すときって緊張するよね、私もね、私はね、みんなになんかみんなが好きで来てくれてるから緊張割としないかも、なんかさ人見知りするときってさ、なんかなんていうの、その相手がどんな人か知らないけどさ、みんな好きで選んできてくれてるって思うとね嬉しいからね、そうって思うからね、めっちゃ話せるんだよね、嬉しい、めっちゃ応援してくれてね嬉しいですよ、今日ありがとうございました、ありがとう、嬉しい、初めて会えたかな、嬉しいね、嬉しかったよ、ありがとう、久しぶりの対面だから緊張した、確かに久しぶりの対面ってさ緊張するよね、私もね始まる前行くときね、行くときが一番緊張する、うふふってなる、うふふってなる、そう、今日はね、でもね皆さんにもねメールで送ったけどお話ししたいこともあって、でもその前にもねお話感想も伝えたいから、そのでも始まったその場離れたくなかった面白い緊張してないふりします、あ、そうなの、でも人を緊張してるってあんま分かんないよね、確かに、ありがとう、ありがとう、楽しかった、ありがとうね、全然話せんかった、うそ、楽しかったよ、話してくれたじゃん、今日私待ち時間さ台本覚えようとか思ってたのにさ気づいたらゲームしてたよね、めっちゃハマってる、原神めっちゃいい、なんか男の氷を使えるキャラと、あのなんか水に濡れてたら魔法みたいな子もゲットした、
メンバー入ろうねって嬉しい、そう思ってくれてるの頑張ります。すごいね、今日めっちゃ言ってもらえて、選抜大丈夫だと思うよとか、選抜頑張ってねってすごい言ってもらえて、すごい嬉しい。リアルぜひ来て。多分今度からあれじゃない、オンラインお話しか買わなくてもいけると思うから、今回みたいにぜひ来てほしい。安否に会えて嬉しいだけ、安否に会えて嬉しかったっけ、安否に会えて嬉しいだけ、嬉しいだけ。ゲームの話落としたけど足りなかったよ。水の魔法はバーバラ、わかんない、名前がわからん。回復が有能、あそうなの、水の魔法、水だっけ、違うわ、あ違う、氷氷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 、舞台が楽しみ、ありがとう。天使エグさん、雪の結晶ありがとう。ちいかわだサンタ、ありがとうございます。あそれバーバラ、水つけてバイヤーで、このこれそれかも、オンラインじゃないと。早くまた話したい、それな、話そうな。またおごてたさん、かわいい、ありがとう、かわいい、ありがとう。ということで、ハマちゃんめっちゃかわいいタワー、ありがとう。今日もすごくすごく楽しかったです、たくさんね、大丈夫だよって言ってカツを入れてくれて、励ましてくれて、そして元気をくれて、本当にすごく嬉しかったです。ありがとう、来てくれて。もう元気出ました。ピカチュウ描いてみた。たくさんお話できて嬉しかったです。また会える日を楽しみにしてます。ハマちゃん、ありがとう。舞台見に来てね。ありがとう。見えるかな？緑見えにくいかもしれん。イエーイ。ピカチュウ描いてみた。ちょっと下手ピカチュウみたいな。ちっちゃい子が描いたピカチュウみたいになっちゃった。あ、ありがとうございます、めっちゃ可愛いだ。ハマちゃん見てたらやってほしいポーズやって言ってください。スクショタイムします。舞台見に行く、本当に結構みんなが言ってくれてすごく嬉しかったです。舞台見に行くって、いえいえ、めっちゃ可愛かった、めっちゃおしゃれ。なんかミホリンとはまた違う、なんか同じ服だと思わんかった、なんか雰囲気が違う、めっちゃ可愛い。くっとくっちょ。仕事休んで絶対来るよ。本当に仕事頑張って、ご命令、来い来い、舞台行きたい、嬉しい、かっこいい役なんですよ皆さん。びっくりびっくりな話。びっくりな話、なんだろうな、誰誰、コナン君で言うとコナン君が推理解いてる時バージョンぐらいな感じ。ミュージカルじゃない、演劇って感じ、うん、まあ、歌もバンドもあるみたいな感じなんですけど、なんかミュージカル調で歌うっていうよりかは歌と演技って感じ、演劇って感じ。日付はね、この日付っていうのはあるけど、私がどの日出るかわからない。え、ヒラカン直訳さ、ないよね、すごいレアじゃない、すごい。あと残り1個あるんだけど、今日残り1個開けよっかな。え、今日まださ、ヒラカン見てないんだけど、ウルフさん、タワーありがとう、タワーが立った、タワーが立った、クララが立った、ウルフさんタワーありがとう、びっくり、ありがとうございます、あざざます、ありがとうございます。剣を振り回しちゃうぞ、ありがとうウルフさん、 STU タワーありがとう。ヒロアカね、まだ見てないんですよ、お話し会だったし、家にで録画してるので見てないんですけど、そう、かっちゃんのね、かっちゃんってあんま言わない、私呼び方的に、爆豪くんのね、ヒーロー名が決まったんですよ。
で、それでツイートした、興奮して。なんかさ、ヒーローなのにさ、殺すがさ漢字に入ってるってさ、すごいじゃん。すごいよね。可愛いよね、そういうところ可愛いな。録画忘れた、絶対今回大事なところだよ。この前みちさんが安否のビジュアル褒めてた。嬉しい、みちさん。ウルフさん、ありがとう。今週ヒロアカすごかった。それな、次がさシーズンラストじゃないよね。そうだっけ。青は変化球だよ、汗汗の。今日こそかっこいい狼を描いてみせる。ヒロアカ早く見たいな。猫？猫じゃないよ。何が？初めてで見た安否は、生で見た安否は可愛かった、本当美人。ありがとう。このアングルいい。ウルフさん、 STU タワーありがとう。 STU48 タワーありがとうございます。タワーが立った、クララが立った。今日は、初めて直接会えてすごく嬉しかったです。お話できて、お友達とも来てくれてすごく嬉しかったし、最高でした。ありがとう、嬉しい。また会いましょう。また可愛い写真もいっぱい撮るね、送るね。メールとかツイッターとか、そしてペンライトもね、公演もね、いつか来て振ってね、待ってるね。すごい遠いところから来てくれてありがとう。日本語でいっぱい話してくれて、あとレーン外でもね、レーン外でアンピーズの人と話すのがすごい楽しいっていう、そう教えてくれて、すごく嬉しかったです。ありがとう。狼だよ、狼顔。ありがとうございます。見えるかな、緑。ありがとうございます。タワーが立った、クララが立った、的な感じです。ありがとうございます。ピピピピ、ありがとう。びっくりマンモス、びっくりマンモス、こんばんは。かわいい、ありがとう。まあで、お話し会はね、いろんな話もさせていただいて、そうですね、何の話したっけ。まあそんな感じですね。でね、まあってなことで、最後に、そう、かっちゃんの話してたんだ。ドーナツケーキテイクアウトしました。テイクアウト、ドーナツ、あ、ドーナツはね、テイクアウトしました。テイクアウト、お家に持って帰ってきました、一口かじって。12月24日で第一クールラストだって。だよね、次がラストなんよ。次私やばい予感しかしなくてさ、やんやかもしれない。次ラストの嫌にゃかもしれない。次のラストさ、私さ、いや、大丈夫そう、大丈夫そう、漫画で教えて誰か。でも本当に気持ちの準備するべきなのかどうか教えてほしいな。
私に。ハマちゃんハートありがとう。しおじさんアイラビューありがとう。アイラビュー。ハマちゃんハートありがとう。ハート100ありがとう。大好きピー。ありがとうございます。広島にないドーナツね、あのドーナツめっちゃ好き。では最後にね、このチョコを開けたいと思います。これ最後ラストのチョコエッグです。マジでバックホークン出したい。今回は今日はこれを開けて、もう一つ最後にお知らせをして終わりたいと思います。200回目ありがとう。マジで本当に今回がラストということで、本当に前髪切ってない。いやもうここでバクボク、実はなんか出てるメンツがさ、遊泳生じゃないの。さすがに遊泳生出てほしい。うんうん、さすがにバクボク出たら嬉しいけど、保証として遊泳生がいいな。お、半分で割れた。見て、めっちゃ上手じゃない？2回目からしてめっちゃ上手に割れた。あ、めっちゃ上手に割れちゃった。すごい。うわ音的にバクゴくんなんだよな。ねえ、チョコエッグはね、そうだよね、開けたらいけるんだろうけど、このカプセルだったらね。みっちーさんありがとう。大好きピーありがとう。綺麗に割れた。いやもうバクゴーくんだこれ。え、とどろきくん、みんな誰誰予想する？こっちかな。いきます。え、誰誰誰誰、待って、え待って、一番嫌なこと、なんだけど、絶対オールマイト。あわあわ、チョコエッグの沼や。マジでマジで悔しすぎる。いきます。私が来た。マジかよ、二体持ち。嬉しいけどさ、違うんよ。デクだったらさ、もう全然嬉しいんだろうけどさ、バクゴクバクゴクバクゴク、私が来た。これでもう絶対倒せれるけどね、オールマイト2匹来たら。ピーピエンピーピエンピーピエン、マジ悔しいんだけど、ガチで悔しい、ガチで悔しい。ママに買ってもらおうかしら。マジか、マジで悔しいんだな、マジで悔しいんだけど。え、バクゴクの愛伝わってない？バクゴクの愛伝わってないのかな、私。もっともっと伝えた方がいい。ある意味引きがすごい。オールマイト2体いたら世界余裕で救えるよ。全盛期オールマイトだよ。昨日も見たシーンだったよ。広島と東京に起きる。確かに。アナちゃんが最初で最後の締め。そう、嬉しい言ってくれて。ありがとう。サンタすごい似合ってた。ありがとう。押し当たらない法則？やん、やだ。まあね、バクゴクン当たらなかったけれども、けれどもこっち側ね、あるんですよ。この僕のヒーローアカデミアメタルカードの方がありますので、こっち1個だけ開封していい？ちょっと気持ち落ち着かせるために、もうちょっともうちょっと、これだけちょっと開封したいと思います。これだけ開封させて、よくない？そう、気持ち落ち着かせるために最後、今日はこれちょっと開ける予定なかったけど開けて終わりたいと思います。あ、まだ終わんないですけど、
次は君だ。待って、嬉しい、もう今のでテンション上がった。え、次進める、次のステップに。嬉しい、待って、マジで嬉しいんだけど、これはやばい、嬉しい、来ました、つゆちゃん、嬉しい、ロッピー、嬉しい。あ、スイチューちゃんですね。150センチの9月12日生まれです。嬉しい、ちいちゃんマジで美女いいね、美女がガチいい、美女いい、美女いいんだけど。つゆちゃん、つゆちゃん、これはカエルです。個性カエル、カエルができることは何でもできます。つゆちゃん、つゆちゃんはね、いいですよ、つゆちゃんいい。え、待って、つゆちゃん出たらもうな、もう今日ハッピー、今ハッピー、ジェットコースター級。つゆちゃんはいいよね、それな。みちさん、ST ハートありがとう。自分の機嫌は自分で取れって言いますからね。では次。待って。マジでいいカードだわ。どうした今日。いや、全然もう今日一日嬉しい。やっぱ嬉しい祭りだわ。いきます。ででん。待って、えぐい。えぐいって。これはえぐいって。28枚目なのでラストのカードなんですけど、全員が映ってる、ガチでエグいって、これはやばい、これやばい、これはやばいって、これちょっと本当に後ろに入れたいかも。どうやって入るかな、入るか、え、これ絶対入れる、待って、これもう2枚出したい、もう2枚じゃない、もう1枚出したい、え、エグ、みんなみんないい、ガチで良すぎる、やばい、今日得積んだ、今日の一日良すぎた、やばい、最後のスリーブに入れなきゃ、確かにレアではないんですけど、そう、ラストのやつなんで全員が入ってるやつ、マジでいい、マジでいい、最高すぎる。たしきさん、 ST ハートありがとう、おつーさんもありがとう、嬉しいんだけど、だって、え、つーちゃんにこれはやばい、おたかんぴ毒消し、まさかの悲しいけど、まあまあまあ、これで毒が消えるんだ、消えるだけなら全然全然、ズッツクエッグはね、また食べたいと思います。スムキス入るよ、オタク出すぎて可愛い、汗汗ということでね、はい、そんな感じで今日の一日は終わりかと思いきや、まだあります。今日はね、メールでも紹介した通り、あの、個人的なね、お知らせがあるということで、はい、お知らせをしたいと思います。あ、個人的なお知らせなら皆さんのね、生活に関わらないかもしれない、関わらないと思うんですけど、まあ、ゴミ知り置き予定度なんですけど、ナードボさん、ハートありがとう、幸せを振りまいて、え、やったねはい、ではですね、なんと私、ST48 のカーマ旦那、スイッチをゲットしました。スイッチのライトの タコ以上をね、ゲットしました。まだ開けてないですきたー、うわーおめでとう、ありがとう、嬉しい、わーい、わっしょい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 、よこせよこせって思ったんだろう、スイッチだー、え、お家にスイッチが来るなんて思わなかった、嬉しい、ガチでゲットできると思ってなかった、正直いけたかなと思ったけど、本当にこんなところまで来れるって思ってなくて、今日ね、現地というかちょっと駅集合だったんですよ、その駅で買いました、その、そう、ちょっとママパッとパパと、そう、電化製品に行き、そう、別になんか買うみたいな感じで行ってないんですよ、多分ね、多分話してたかもしれないんですけど、そんなつもりでなく朝起きて、じゃあ時間があるかみたいな、で今顔、えってなってそうなんですよ、これどうやって開けるの、あ、これか、うわー、うれしい、嬉しい、えぐ、ライトだ、やっば、かわいい、かわいい、めっちゃいい、
うわー嬉しい、クリスマスプレゼントになりますね。ありがとうございます。サンタさんじゃないですよ。今帰宅しました。ありがとう。お話し会念願のスイッチです。あ、ちょっと画面がつらい。うわー最強の開封。川本選手今の気持ちはですね、最高の気持ちです。ブラボーですね。しおりさんいいね、ありがとう。そしてあ、フィルムゲットしました。そしてまずはね、これを買いました。これはマリオカート8デラックスです。これはあらゆる場所がサーキットで、レースバトル全てがデラックスになっております。ローカル通信で最大8人もできるらしい。すごいね。あ、でもこれはあれなんか、相手が持ってないとダメなのか。マリカータコイズお揃い、オンラインできるのこれ、持ってる人同士はできるのこれ。一番くじより、それも持ってるよ。一緒に遊べるやん。たしきさんソフトクリームありがとう。みっちーさんいいねありがとう。ケースはね、そうこれからですね。そしてま、そしてじゃじゃん、あーポケットモンスターバイオレットゲットしちゃいました。バイオレットは私ペンライトカラーがバイオレットってやらせていただいてあるので、それで決めました。それ以外なんか中のポケモンがなんかあるとかあると思うんですけど、それは全然あの関係なく買いました。そう楽しみ、嬉しい。最大4人でオンラインでもローカルでも遊べる。え、ちょっと混ぜてもらいたいですね。くたろさんいいねありがとう。イエーイ、 YouTuber になった気分。買ってみた、ポケモンも買ったの。ポケモンどの子選ぼうかな。私さめっちゃ迷うんだよね、どの子選ぼうかな。でもさ、メイクでこの子がいいなって思ってたの、この草系の子。で私はずっと水系の子が好きでさ、このアヒルも可愛いからさ、この2人で迷ってるんだよな。え、これ相棒選ばないやつ、選ぶよね相棒、選ばないとかある。え、どっちがいいだろう。くたろさんいいねありがとう。みしたろさんいいねありがとう。 SD カード買ってないです。今夜はねするかちょっと。わかんない。バイオレット強いポケモンが多かった。あ、そうなの。でも名前知らないんだよね。スプラトゥーンはね買ってないです。買ってみたの次ゲーム実況やりたいと思います。明日とかできそうだけどね。うん、どうだろう。長友さんだるまありがとう。菊井さんかわいい、ありがとう。長友さんだるまありがとう。確かに進化とかあるんか、どんな顔になるんやろうね。確かに。この子かなやっぱり。でもこのアヒル迷うな、アヒルちゃん。この子いいね。名前何か、名前が分からん。右から順に名前教えて。ホゲータ、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 どの子。アヒルな、多分スネオな、スネオか。なるほど。朝から深夜2時ってやば。朝から深夜2時。名前は、お名前は、お名前、草系のニャオ、ニャオハ。この子がニャオハか、かわいいな。この子かわいい、この子女子人気ありそう、ニャオハ。私この子、やっぱこの子にしよっかな、迷ってきた。可愛くない、このアヒルみたいな子。クワッス、クワッス、私クワッスにしよっかな。でもこの子も愛嬌があるわ。なんだこの子、名前わからん。これから覚えていこうと思います。ニャー、ニャーハ、ニャオハ、ニャオハ、ニャオハか、ニャオハ。
にゃおはーん、クワスクワス、にゃおはーん、アロハーみたいな、はい、めっちゃ使いやすさで悩むか使いやすさで選ぶか、あ、そういうこと？水ポケモン使いやすいの？この子かわいいってこと？え、私アヒルにしようかも。クワッスンするわ、クワッスン、クワッスンするわ多分、まあ、クワッスンにしそうだわ私、これクワッスンにすると思います絶対。みんなポケットバイオレットやろうよ一緒に。高圭さん、レイボスターありがとう。一緒にやろう、スイッチ持ってる人。え、嬉しい、こうやって持つ日が来ると思わなかった、嬉しいんだけど、こうやって、え、やばくない、嬉しいんだけど、やば、え、懐かしすぎる、この A ボタンとか、やば、なんで2つさ、え、これ何、これ何が違うの、どっちも操作できるのこの2つ、すげえ、これであれ出すのか、あのね、お、イヤホンあれだね、丸いやつだね、丸いやつをつけないと、丸いやつ持ってるからさ、丸いやつをね出してこないとねいけないんだね。やっぱ音ありで聞きたいよね、やっぱり。急展開予想してなかった、私もだよアヒルちゃん、アヒル、アヒル買うか、買おうぜ。クイさんハートヤックありがとう。私絶対進むの遅いと思う。私さ、原神もやってるけどさ、原神さマジでさ、なんかさ行かなきゃいけないところをさ全然無視してさ冒険してた一人で、強すぎるところに遊びに行ってた全然ダメなのに、こういうところだよね、自由にやっちゃうっていうのはね。みゆきさん、レボスターありがとう。ちょ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 、アピどんな手持ちにするか楽しみ、ありがとう。今アリ育ててる、おお頑張って、どこでやってるの、あ、あ、理解芸人渋滞、確かにゲーム渋滞してますね。画面越しのお願い、え、待って、流れ星の夢、流れ星、流れ星の夢叶ったってツイートしよっかなあの時にタブレットから流れ星お願いしたら叶いましたって、いいね叶いました、ウイさんハートありがとう、ありがとうございます。ということで皆さんにそう個人的なお知らせでございました。ヒロさんさん、お疲れ、ありがとう、お疲れ。今回はどこからでも進められるようになってるの、あ、そうなの、え、すごいね、楽しみだ。そう、まず電源入るの、これ充電しなきゃいけない、最初あのフィルムも貼らなきゃいけないからやりたいと思います。キムくん結婚してありがとう、ありがとう、いろいろいっぱい教えてねグリさんハート500ありがとう、大好きピン、ありがとうございます。こんなに早くかなと、確かに嬉しいお知らせでした。今日お話会でもめっちゃ言われて、スイッチ変えたらいいねってめっちゃ今日言ってもらえて、え、今日買ったんよって思いながら言った人もいるんですけど、ヒロさんさんお疲れ、ありがとう。そうなんよ、僕の願い叶ってない、叶うよ今から、めっちゃ痛かったそうメールで言おうか思ったけど、いや配信で言おうと思ってそうでした。まあね、今日の一日、あのオールマイト、オールマイトはね、まあ最強ですから、そうだけどね、つゆちゃんが出て最高のカードが出て、そってスイッチとカセットを買って、すっごいいい一日で皆さんに会えて、すごくいい一日でした。こんなにいい一日を過ごせるなんて思ってなかったし、こんなにもねオンラインお話し会も楽しいですけど、直接会えるお話し会も楽しくて、久々すぎてその楽しさを忘れてしまっていたというか、楽しいけど、楽しいだけを覚えてた、どう楽しかったとか忘れてたけど、こうね、やっぱ久しぶりに会って、やっぱ直接ってさ、なんか元気もらえるし嬉しいなって思いました。あの懐かしい感じといい、最高でした。またね、スイッチヒロアカもあるね、え、そうなの、そうなの、
これからもっといい日々過ごせるようとなるように頑張りたいと思います。またね、そうね、舞台もありますし、覚えなきゃいけないこともあって、もろもろ他にもありますので頑張りたいと思います。うん、直近で煮詰まってます、私頑張りたいと思います。あとね、香川の魅力最近ねできてないねっていう声をいただいたんですけど、それはちょっと個人的にちょっとねやっていることがありますので、あのね、それはまたできる日にでいいなって思ってるので、香川の魅力待ってくださってる方も、まあね、いつかやる日って分かんないけど、そう、またねできた時にできたらいいなとか思ってるんですけどって感じです。そうなんですよね、です、旬な感じです。そうね、とちきさん、レボースターありがとう、ありがとうございます。ということで今日はそろそろ終わりたいと思います。またね、明日は日曜か、明日宮城に行かれる方とか、宮城でしたっけ、仙台行かれる方とか、クルーズに参加される方とかいらっしゃると思うんですけど、いい日曜日をお過ごしください。お仕事から頑張ってください。ミニブイさん、レインボースターありがとう。それでは、そろそろ配信終わりたいと思います。では、男女を見ます。13位、オーツーさん。12位、ナートマさん。11位、ミユキさん。10位、シオリンさん。9位、トシキさん。8位、ミッチーさん。7位、アッチャさん。6位、ユーバリさん。5位、クマーピーさん。4位、キコリさん。3位、アスパラさん。2位、ウルフさん。1位、ハマちゃん、ありがとうございます。はい、ということで、あともう一つお知らせがありまして、12月19日かな、クリスマスのねギフトのイベントみたいなのがあって、なんかあのプレゼント系ですね、ショールームのイベントとかじゃなくて、ショールームイベントだけど、なんていうの、ギフト系のやつで、クリスマスね、もし達成できたら嬉しいなって思ってるので、ぜひ応援してください。月曜日からかな、そう20万ポイントで、何っけ、なんかで50万ポイントでメイクはクリスマスコフレなんですよフフ達成できたら嬉しいなって思ってます。そうもしよかったら応援してください。クリスマスプレゼントそう、いい感じの洋服がもらえるやつ、そう、いいお洋服、まあ、剣みたいな感じですね、自分の好きなお洋服が買える剣みたいなここへなっちゃう。ありがとうございます。ぶん投げるおもろ。はい、皆さんもあったかくしてゆっくり過ごしてください。私はね、今日はちょっと眠いので早くお風呂入って、もうお風呂はゲームせず出て、はい、いい睡眠を取りたいと思います。最高に可愛いアンピに会えてよかった、ありがとう、最高じゃん。ということで、お知らせはもろもろあるんですけど、今日はハッシュタグアン、あ、間違えた、ハッシュタグじゃない、私の、川端アンナの公式ツイッター、私のね、ぜひ見て、その一番トップにね、今何がそうチケット販売中なのかっていうのをご確認できるので、ご確認ではありませんね、確認できるのでぜひ見てください。ということで、スイッチ抱えて寝たいと思います。お仕事頑張れる、頑張りー。ということで、皆さんもいい夜をお過ごしください、いい睡眠をとってください。ありがとうございました。フライングハイ、まだですよ。それでは皆さん、今日のような素晴らしい一日を超える日を一緒に作っていきましょう。せーの、プルスウルトラー。はい。